今日はなんかニュース講談というわけで、ね、さてお話でございます。このマグカップ見たことないね。え、あのさ、ほら今月から産経新聞取ったでしょ。そうしたらこれくっついてきたのよ。これくっついてきたのか。似てたらそらおかちめんこだよ。何そのおかちめんだ。え、あ、いやいや、昔ね、あのそういう可愛らしいめんこがあったんだよ。注意を呼びかけている。今月の中頃、偏西風が日本列島上空で南に蛇行。こら、この隣にちゃんと解説が載っているじゃないの、偏西風の解説が。おお、本当だ。随分親切な新聞だね。よっ、大相撲が大変よ。風がね、滞ってるとか、そんな問題じゃないんだから。バルト白鵬戦。これをちょっとあの再現してみようと思う。うん、突き出し、押し出し、決め出し、女房にいつも送り出し、店ではいつも釣りを出し、内掛け、外掛け、ちょん掛け、何も買わず掛け、上掛け、上がる軍配、白鵬。高木一家のニュース講談の一席でございました。そんな彦左衛門の若い頃のお話でございます。まるで駆けるような早足で夜道を急いでいきます。もう申すな、天狗などいてたまるものか。いえ、おりますとも、おりますとも。出たなと思って目をやりまする、と果たして現れましたのは怪物。身の丈六尺豊か、真っ白な髪の毛も振り乱し、ランランと輝く二つの眼にぬっと伸びたる真っ赤な肌、神主のような着物を着、ヤツのような扇を持ち、一本間の下駄を履いたる、その姿は絵にある天狗と寸分足らぬ林の姿。これこそ何をする。へえ、引っかかったな。参ります、大久保彦左衛門という方のお噂。本日はその序尾なき天狗退治という一席、お後と交代でございます。最近まだの公衆電話のボックスってあるんじゃないですかね。で、あん中にねずっと入ってるやつがいるんですよ。で、冷房でもあんのかなと思ったら、あん中で携帯電話かけてやる。こんなところで携帯電話かけなかったっていいじゃねえかったら、オーライでかけるとうるせえかったっけ。大体あの講談っていうのはもともとがああいうニュース性があるもんですからね。実際は何か事件があるとそこまで行ってご釈師が現地取材をして、実際はこうだけど今度からちょっとこういうふうにしたらお客様が喜ぶかなって言ってちょっと直そうかな、それもあのご釈師見てきたような嘘をつけ嘘じゃないよ、本当に見てきたんですから、だからあの金星さんがさっき喋ったあのニュース講談もね、あれも全部取材してんですよ。ええ、それ現地取材だか産経新聞見てるかもしれないから、分かんないけど取材したことには間違いないですから。今あの手塩にかけるってことあんまり言いませんね。あのなんで手塩にかけるってこと言わなくなったのかと思ったら、コンビニでおにぎり売ってからだってね、え、なんか嫌じゃねえか、セロハンとかさ、子供があのお母さんが買っておいたコンビニのおにぎり、え、せがれの松五郎というのが親身になり、これが利口もんだ、親バカチャンリン、蕎麦屋の風鈴、沼川遠林、ここまで来ると何だか意味がわからないで、あれあの風がないとならねえとね、そばうわういなんていうのはてめえでもって手で風鈴チリチリチリってなる。そばうわういチリ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 忙しいんだよね。これは公爵者予算の関係で全部一人でやらなきゃな、大変な騒ぎだ。さあこのね、何の話だか何だか分かんなくなってところがこの岩木松屋の番頭が驚いた。あんまりこのね松が利口すぎる、あることないことを旦那にこれを
告げ口だ。とうとう島が出た。イカケ屋の子はやっぱりイカケ屋だよ。おいらイカケ屋になるよ。イカケ錠前直し。あらまあ余談ばっかり言ってるようですがね、喋ってるこっちも都合がある。暑くなったんで今年初めてやった話なんで、ところどころ思い出せなかったりなんかするなんか言いながら次のは何だっけな、なんてこれがまた、講釈の不思議なところでね、お客様と一緒になって作っちゃったりなんかしたり、なこと言ってね、これは嘘で知ってますよ、筋は筋は知ってんだけどね、なんかちょっと風邪っぽかったりなんか喉引っかかってますから、なんか余計なこと言ってるっていい声が出るかなと思って大名旗本に負けないよ、逃げらはっての船が遊びだて、真っ昼間から乗ってざまで太く短く生きなきゃつまらねえ、うわちお天道様、天は少々としてまことを照らすってが嘘じゃねえかい。置いてありましたいかげの荷物を取るとそのまんまこれをぐーっと引きやん、そのまんま今はしばがくもくぐった船めがけてもじてたたーんと身投げじゃねえよ、いかけ屋の荷投げだよとしゃれてやろうが道白波の夜働き、ついに盗賊の群れへと落ちて行きます。悪の栄えた試しはなく、ついに泣くで寂しき千字小塚っぱな形状の露と消えて行くというのがこのお話の終わりになるわけでございます。長い文化白波の中、おなじみの日掛松一席の抜き読みといたしまして、この辺でご無礼を申し上げております。